ユリシア、お願い、早く逃げて。ああ、そうしろ。でなければこの女を今すぐに殺す。我々としては殺しても十分に目的を果たせるのだからな。ディシェラ様、私は必ずあなたをお助けいたします。それまでどうかお待ちください。ええ、そうだ、そうやっておとなしく去ればいい。それで、おとなしく去れだと、誰がそうするものか、いい気になるな。貴様ら、リシェラ様、大丈夫ですか？敵は私たちが食い止めますから。はい、リシェラ様、参りましょう。ここより先は私があなたをお守りいたします。リシェラ、リジェルド様、シェスター様、あなた方に神の守護があらんことを、ご分を心よりお祈りいたします。待て、逃がすな。貴様の相手は私たちだ。ここで命に代えても貴様を食い止める。女、いい気になるな。盾などなくとも俺は戦える。望むところだ。フォルスタットよ、我に破壊の力を与えたまえ。だいぶ足がふらついてきているようだな。女、そろそろとどめを刺してやる。偉そうな口を散々叩いていた割にざまあないな。こうして見ると悪くはない女だな。殺すには少し惜しいか。後で楽しめなくなるからな。し
死なない程度にいたぶってやる。あっそ、しゃらくさい、どけ小僧。口だけはでかいようだな。もう汗をかいているな。限界か？ではお前もそいつらの元に送ってやる。何？今天上の世界よりいで地脈の力を解放せよ。女、舐めた真似を。倒れていても私は戦える。この気が変わった、一息に殺してやる。私はもう戦えない。だから一人だけでもどうかどうか逃げて。やはりロアーナド騎士など大したことはないな。これでは兵卒レベルだ。よくも、なんだ？まだ向かってくるか？
まさかここまでやるとは。死を永遠なれ。我死しても我が王国は永遠なり。失礼いたします、ウィンスフェルド様。何を。諜報部隊長であられるレイティア様が城にご到着になられました。このままお通ししてよろしいでしょうか。レイティア、すぐにどうぞ。レイティア、よくここまで戻ってきたな。しかもこんな早く。さすが俊敏さに関しては王国一と称えられるだけはある。お褒めいただき光栄です。お元気そうな様子で何よりでございます。前置きはいい。それよりどうなんだ、そっちの様子は。今のところ完全な成功とは言い難い状況です。簡単にことは進み、それなりに成果はあるものの、最後に抵抗されてしまうのです。申し訳ありません。少々詰めが甘いのかもしれません。しかしローアナ軍の頂点に立つ聖騎士団は
全滅に追い込んだのだね。はい、一人残る。やつらも造作ないな。それだけ我が軍が長けているということなのかもしれない。しかし、ロアーナには別の騎士団が。結果として、彼らが神殿の襲撃を阻んできたのです。別の騎士団？アールマティ騎士団。現状においては、強国最強と謳われている騎士団です。アールマティか。邪魔な奴。早めに手を打っておきますか。そうだ。とりあえずその件に関してはお前に任せよう。御意。ところで、アムルの方はどうだ。潜伏もうまくいってるのか。はい。とりあえず道は作ったといったところでしょうか。では、ロアーナ軍の情勢がつかめそうなのか。ええ、どうにか。力を失れば何とかなるでしょう。なんとかではない。確実につかめ。よい。何か分かり次第、逐一俺に報告するように。は、しかし、あの女王はさぞかし心を乱されていることでしょう。立て続けに起こる事件、そして今回のことで軍の指揮系統も乱れたとあって。王が心を乱されれば、民も同様に乱される。ロアーナという一つの国は我々によって乱されているのだ。ところで、例の方は。ああ、早い方がいいだろう。今の時期を逃しておる。しかし、以前のことがうまい具合に役に立つそうだ。ロアーナはさぞかし慌てふためくことでしょうね。どうだかな。ここで慌てふためくか、それとも冷静に対処するかが向こうの運命の分かれ目だ。だがもちろん、勝利の杯を口にするのはこの俺だ。勝利の暁には共に祝杯をあげてほしい。はい、私はその時を心より待ち望んでおります。おう、我が神。そして俺は我が神への供物として親族どもの首を捧げる。神の誓いって必ず。レイティ。は。今しばらくはアムレに潜んでいる。時が来たとき、再び俺はお前に声をかける。ギョイ。では私はこれで失礼いたします。ビン。私は常にあなたの。いつなりと何なりとお申し付けください。一体この時はどれだけ待ったことか。俺は必ず手に入れてやる。この大陸すべてを、そしてすべての解放を。今回のロアフィーナ大神殿が襲撃された事件だが、